もしかして主人公が一番人気の漫画って少ない？というネットの反応をご紹介します。主人公が一番人気の漫画って少ないよね。ライトですら L に負けてそうだし、有名どころの一番人気は大抵イケメンとか味方の強キャラを荒らすボスなんじゃない？主は月が一番人気だと思ってたのに、実際は L の方だったのか。ナルトもナルトが一番だと思ってたし、やっぱ外からじゃわからんね。主人公は勝つのがわかってるからな。スレガは負けたでしょ。なんでサムネを月にしたし W。 そりゃあ、そういうタイトルだからなのでは。そう考えるとドラゴンボールとワンピースってすげえな。ドラゴンボールならフリーザだし、ワンピースならシャンクスでしょ。世界人気投票1位はルフィでシャンクス12位だぞ。ご飯が抜いたくらいで基本は悟空1位だろ。というかご飯も主人公だし。武闘伝2で悟空が隠しキャラだったり、かなり本気で主役交代しようとしてたんだよな。高校生ご飯で人気がガタ落ちしたけど、今思うと成長させたのは未来ご飯の人気を引き継げるって判断だったんかな。ナルトはちょっと微妙なんだろうか。いや人気だとは思うけど、サスケと競い合うところあるし、ネタ面ではマダラとカイたちの方が人気かも。ナルトはナルト、サスケ、カカシで1位がくるくる変わる。あとはヒロアカはどうなんだろう。デクとカッチャンのに大巨頭かな。2人で1つがテーマの1つだからそれでいいんだけど、ポケモンはさすがにサトシが一番人気かな。だいたいカツミデク固定だったような。ヒロアカは8回人気投票して爆豪が7連覇してる。人気といえばヒロアカならオールマイト、コナンなら赤い、鬼滅なら善一、進撃ならリヴァイ、呪術なら五条、フリーレンならアウラでしょ。フリーレンは公式人気投票だとヒンメル1位だったよ。アウラは10位。ちなみにフリーレンは2位だよ。鬼滅人気1位善一なのがちょっと驚いてる。炭治郎じゃないのか。1回目は炭治郎、2回目は善一。映画やった後は煉獄さんじゃないかと。呪術廻戦だとどうなんだろう。やっぱ五条が圧倒的。呪術は伏黒だよ。呪術はイタドリも1位は取ったことあったはず。五条は3位が多いとかじゃなかったか。ハガキでの投票は2回とも伏黒が1位かな。その前のウェブ投票だとイタドリが1位取ったことあったと思う。イタドリが1位矢印、3位矢印2、伏黒が2位矢印、1位矢印1、五条が3位矢印、2位矢印、3位だったはずだ。ちなみにめちゃくちゃ初期にリアルイベントでやった最速人気投票では五条が1位だった。対抗棒は常に人気1位だったな。公式人気投票でも非公式でもずっと1位でマジかと思う。ボーボボ、主人公のボーボボボーボボに負けた。反則でしょあれは。ら主人公が嫌いだったら作品を読むのやめるから、読み続けてる時点で主人公のことは好きなんだよね。でも投票権になると一番好きなキャラに入れるから主人公には入れなくなるんだよな。これ1位じゃないだけで基本的に主人公は人気がある。例外もあるが、主人公に人気がなかったら作品自体の人気が出にくい。一番好きなキャラに選ばれないだけとなると、人気投票で圧倒的なルフィは別格かな。ルフィは世界投票で1位だし、過去6回あったジャンプ本誌の人気投票でもずっと1位だ。ルフィって他の漫画と違って明確なライバルや対等なキャラいないのが独自性なのかなと思った。クルーも読者もルフィを頭でトップだと思って見てる。ワンピースはルフィとゾロがずっと1位2位なんだっけ。3位はサンジ。3位はサンジだったりローだったり、こないだの世界投票ではナミさんだった。国内人気投票全6回の順位がこれらしい。画像は毎回10位以内のキャラオンリー。ルフィの1だらけは圧巻だな。ルフィは人気投票だと結構ギリギリな1位なんだよな。世界人気投票は各地域の順位リアルタイムで見れる仕様で、最初の方は全世界でゾロ1位でバズってたのを覚えてる。やっべと思ったゾロ推しがセーブし始めてルフィに投票し始めるところに作品愛を感じた。ルフィが1位であるべきだって思想がワンピファンにあるらしいが、マジなのかな。当時特別番組的なのがあったけど、司会のかまいたちや他の出演者もルフィが1位になれるか心配してたな。ハマケはゾロ推しだけどルフィが1位であってほしいって言ってた。ルフィが1位じゃないとヤバいって感覚はファンだけじゃなくて公式側にもあるんだと思う。ワンピの世界人気投票の結果はこれだね。中間1位は最終よりゾロ率が高かったな。まあ日本票の割合がでかいから総合1位はルフィだったが。アフリカってワンピース読まれてるんだ。推しは別にいるけど、主人公が1位であるべきってそうは作品問わずいる。それが愛なのかは知らんが、うまく言えないんだけど、自分の好きな作品の主人公は人気キャラであってほしい、一番読者の関心を集めててほしいみたいなのがある。多分推しの出番も欲しいが、主人公一番なら物語がブレずに安心して見ていられそう。
って気分もあるし、物語はまず主人公より始まるって考えもあるかもしれない。なんか自由な冒険活劇の割に損社会的忖度を感じるエピソードでおもろ。ルフィ1位は未だに信じられない。ゾロかロウの方が人気だろ。一時期はルーシーとルフィを合算しなければ1位になれない時があったっけ。いやルフィ1位しかないわ。ゾロの魅力もルフィがいてこそ輝くんやで。ワンピはゾロ筆頭にクルー全員がルフィを文句なしの世界一にするを自分の夢と同じくらい大切に掲げてるからな。そりゃファンも公式も作者もルフィが1位であってほしいと思うし、そのために盛り上げもするし、それが作品の原動力にもなるんじゃないか。よく考えるとナンバーワンじゃなくてもオンリーワンでいいって時代の真っ只中に、実力で1位を勝ち取れ、それができてこそ個性の意味があり自由に生きられる、というのが作品のメインテーマになってるってやばいね。サブテーマでは多様性とかも歓迎されてるけど、実力主義という前提が先にある。漫画そのものでそれを体現してるのが半端ない。人間はかっこいいキャラをかっこいいと思うが、好きにはならないというわけのわからない特性があるからな。主人公が1位を取るって難しいんだな。ルフィが例外中の例外すぎる。ワンピはすごいけど、銀魂もなかなかのものだったのよね。そうだね。ルフィに肉薄したのが銀魂の坂田凛時で、第1回から最終回記念総選挙まで6連覇。すごいな、6回連続1位なのか。そう、全6回やって全部1位。ちなみに第2回までは沖田が2位で、それ以降はずっと土方が2位。あと新八は第4回まで4回連続でミラクルは1位。しかも第5回の7位以外の全ての回では1位。残念ながら作品が完結したためルフィに並ぶ可能性はなくなりましたが、ジャンプ史上最も人気のあるキャラクターの一人と言われてる。銀魂は銀さんが主人公としてるけど、普通の少年漫画だったら主人公ポジは新八だろうという気もする。銀さんは成長するタイプの主人公じゃないからな。前作主人公に近いね。全部終わった後に亡くした人がまた得て立ち上がるリハビリみたいな流れだし、新八は主人公についてって強くなる北斗の剣のバット枠かな。なんかツッコミ力が振り切れてるけど、そう入ってもグロ剣やシティハンター、ダーちゃんあたりも銀さんと似たようなタイプだと思うし、結構昔からある少年漫画の主人公のタイプじゃない。リボーンの綱が主人公で人気も1位。ジャンプ漫画ならダーちゃん、両津、悟空あたりは主人公が一番人気なんじゃね。剣心は師匠やネタ枠で師匠あたりに抜かれてそうだけど、人気投票では剣心がずっと1位だったよ。師匠は公式人気投票とかではそんなに人気なかった印象あるな。敵キャラひいきなネットの風潮に刺さったけど、リアルタイムの少年にはそんなに刺さってなかったと思う。師匠は悪役好きには好かれるだろうし、私も好きだが、極悪人系の悪役は子供受けしづらいかと。連載当時は主人公の人気低めでも時代を経ると主人公が一番人気になってる現象あると思う。剣心もずっと人気1位だったし、師匠キャラっぽい主人公は強えんだ。こういう系って師匠キャラとか仲間のクールキャラが1位になるけど、主人公1位のルフィすごいな。ハガレンって江戸が一番人気じゃなかったっけ。1位ではなくても人気作は大体主人公が最低5位以内くらいに入る印象ある。セーラームーンは携帯別で評価割れまくってたのに上位独占だったってのを以前見た。ブラクロは初期はずっとアスタが1位だったけど、途中で闇さんになって今はノエルか。まあ誰かさんのせいで人気投票の話題はそいつに持ってかれたけど、桜木花道とかいう人気投票で2冠なのになぜか三井の方が1位取ってると思われがちな主人公。内面の描写が少ないキャラは好き勝手妄想してファンの中で盛り上がるから人気になる説を推したい。人としての嫌な部分とかまで掘り下げされずに活躍するから人気になるパターンありそう。テニプリは人気投票は大体順位固まってるけど、バレンタインとなると一気にカオスな結果になるの。おもろい。数年前のバレンタインは龍馬が1位だった気がする。守護で K 寄ってようと思ったけど確かに少ねえわ。大体人気投票は2位から5位くらいのイメージ。主人公じゃない脇役に投票しがちなんだけど、結果発表で主人公が1位じゃないとなんかがっかりする。嫌なら主人公に投票すればいいだけなんだけどね。配球は影山に人気を少し吸収された感ある。千夏先輩の方が人気なのはわかるけど、表紙とかの集合絵に大輝くんも来てほしいよ。少年誌のラブコメの場合はヒロインがメインコンテンツだし、青箱はもう一対一物で、特にメインヒロインが一番人気なのが重要だから、これはこれで成功の形だと思う。なんならラブコメなのに5位の女キャラ抑えて3、4位が男キャラなの。よくやってる方。誘惑はよく引き合いに出されるイメージ。部活者だと年上キャラや他校キャラってだけで吐くつくからね。配球のベストバウト、ベストチーム方式にしたの好き。
主人公はいろんな成長と挫折を重ねて最終話付近で完成するけど、サブキャラは数話でキャラとして完成して後活躍するだけみたいなのは人気取られやすそう。魅力がない主人公は単純で能力も見た目もパッとしないし、人気でないように描いてるんだから不人気で当たり前。強かったり華やかだったり切れ者だったり、その他、魅力がある主人公はちゃんと1位か2くらい取ってると思うよ。筋肉マンはそりゃ無理だよってなる。ロビン・オーズ・アタルに勝てるわけない。当時のことを全く知らないんだが、セイント・セイヤはなんとなくセイヤは絶対に1位じゃないんだろうなってことはわかるんだけど、で、派人気上位は誰だったのかっていうのは全く想像がつかない。後期は黄金セイントだろうと思うけど、初期は誰だろう。三冠あたりの投票だと市村紫優、二郎が三窓か四一期五セイヤの順らしい。最初の人気投票はキャラじゃなくて精鋭人気投票ではあったんだけど、1位紫優、2位ローガ、3位マドカ、4位一騎、5位聖夜だったな。アトンが人気だとヒョウガとマドカが強かった気が昔なんかの雑誌のランキングで見た。国内だけじゃなくて海外の人気も堅い作品は主人公1位になりやすいのかな。ナルトもヒロアカも進撃も当てはまらないからそれはない。この辺は投票形式も結構でかいからな。1日1度投票できるタイプのネット投票だと1度は入れとくって層が増えるから上がりやすい気がする。ハガキの時は旋風1位だったけど、1日1票のウェブ投票になったら現在1位取ってた。なんだかんだ主人公のキャラが濃くてかなり冒険してるやつは当たるとめちゃくちゃ人気出る。ただ主人公が受け付けないと読まれないから万人受け狙いだとそこそこに収まる印象。ちょうどヒロアカが今週そういう話だったけど、頑張れってなる主人公だと1位になりにくい気がする。こいつなら何とかしてくれる感あると強い。でも何とかしてくれる感があっても1位じゃない場合もあるか。コブラで人気投票したらまあ間違いなくコブラ1位なんじゃないか。レギュラーキャラが少なさすぎてな。コブラ以外はレディとたまに出るドミニクしかいない。敵でもクリスタルボーイ以外そんなに印象的じゃないしね。ハンマーボルト卿とか印象的だったらしいんだけど、敵とかほとんど死んでるしな。ご当地ヒロインも死んでるような。コブラやシティハンターみたいな基本的に主人公が最強で、他にレギュラーキャラもいるけど大体がゲストキャラの話は、そりゃ主人公が一番人気でしょうねってなる。主人公人気編をもとにして最初に連想したディアスの人気投票を見てきたら、ルルーシュはさすがしっかり1位だった。良くも悪くもルルーシュありきの作品だからね。続編というか新作というかで、ルルーシュ以外の要素で人気出そうとしたけど普通に無理だったの見ると少し悲しくなる。ルルーシュ人気がすごすぎて明らかにルルーシュが悪い場合でもスザクが不当に叩かれてたな。以上です。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになりますのでお気軽にコメントをいただけると嬉しいです。